はい、どうもサンゴ橋 TV でございます。今日はね、深夜の時間帯なんですけれども、刺激的なね、こう勉強会がありました。でちょっとね、こう体がね、頭がね、しびれた感じになりまして、皆さんにね、この12月のサンゴ橋 TV についてちょっとお伝えしたいなということで、こうやってねカメラ回しております。11月、ここね、最近サンゴ橋 TV のこの動画のですね、投稿頻度をちょっと低いんじゃないかというふうにね、思ってらっしゃった皆さんいらっしゃると思いますけれども、12月はね、なるべくですね、こう毎日皆さんにお届けするつもりでおります。はい。自転車に関しては、ロードバイク紹介の、乗ってみたとか、使ってみたとかね、こう、本当自分なんていうのかな、実際の使用用途とかそういうのもひっくるめて、皆さんにね、そういうちゃんと使って僕はどう思ったのかとか、そういうことをねお届けしたいなというふうに思っております。大食い系に関してもね、こちらに関しても行ってみた、これはもちろんですけれども、なるべくね、行ったことがない店、行ったことがないラーメン屋さん、その他飲食店に行かせてください。はい。今現在東京におりますんでね、東京の、行ったことがないお店を中心に皆さんにお届けするというふうに考えております。なるべく12月はそのサンゴ橋 TV がね、毎日投稿なんちゅうのをね、なるべくやっていきたいというふうに思っておりますし、やっぱり皆さんからもらえるコメントとか評価とかね、そういうのもね、やっぱりチェックしちゃいます。はい。しっかりチェックしておりますし、こういう感じなんで、コメントからさん、皆さんね、本当ありがとうございます。はい。で、新しいコラボも始まったり、いろんなことが始まると思います。12月、そして2020年ですよね。それに向けて、楽しい動画を中心に、皆さんがこうサンゴ橋 TV っていうのがいるらしい、面白いらしい、なんていうことをね、思ってもらえるように頑張りますんで、ぜひね、よろしくお願いいたします。とりあえずね、この12月頑張りますよ動画、ちなみにもうすぐね、サンゴ橋 TV 誕生日なんていうのを迎えますんで、いい機会ですよね。そういうのも、プラスの方に転換してやっていこうかなというふうに思っております。はい。というところでね、深夜突然ですけれども、以上サンゴ橋 TV のね、唐突に思い立った動画、もしよろしければね、こういうのお待ちしております。はい。それではね、次の動画でお会いしましょう。失礼しました。バイ。